今日のラインナップ。ブルイズモンテリオはクラブコミュニケーターとして活動する岡崎健也さんをキャンプで取材しました。山カルチョは子供から大人まで年齢や性別に関わらずいろんな人が一緒に楽しんだ米沢市のフットサルイベントの模様を紹介します。山形のサッカー情報盛りだくさん、キックオフ山形。モンテディオ山形に選手として5年間在籍した岡崎健也さん。中盤の底、ボランチで攻守にわたり活躍。山形の7番として選手サポーターから愛されてきましたが、昨シーズンをもって現役引退を発表しました。このクラブで引退したいというか、こういう素晴らしいクラブで辞めたいと率直に思ったので、こう自分がサッカー続けてあと何年できるかと考えましたし、家族ともいっぱい話した中で自分の中でこれ引退したいっていう思いを伝えた時に、家族も承諾してくれたので決断しました。愛されてきた背番号7、今年引き継いだのは去年町田から移籍してきた高江怜央選手。縦パス、ロングフィードを得意とする攻撃的なボランチです。一緒にご飯食べ行ったりした時にまず報告させてもらって、でその後 LINE の方でも一応もう一回正式に決まった時に、まあ、7番つけさせていただきますっていう報告だけです。健也君のチームへの貢献度っていうのはピッチ内でもピッチ外でもすごいものだったと思うし、みんなから愛される選手だったので、まあ、しっかりそこを受け継ぎながらも自分の色を出していけたら一番いいのかなと思います。たくさんのこうモンテを思っている方々がつけてきた番号だと思って僕もつけさせてもらったので、7番に対しての この重みっていうのをリオがまだこうつけながら感じていってもらうこともそうし、まあ、少しでも知ってもらいながらリオがプレーしてくれたらこれからのモンテのためになると思っても、まあ、レオのプレーはねもう言うことないのでそれをレオのまた形でたくさんの方々に伝えていってほしいなと思います。引退した岡崎さんは先月14日キックオフイベントで新たにクラブコミュニケーターとして活動することを発表。モンテディオ山形と地域をつなぐさまざまな広報活動を通じてクラブを盛り上げます。クラブの力になりたいというか、辞めた時にもそう思って辞めましたし、その中でこうクラブとして成長していってる、何かに向かってチャレンジし続けているクラブっていうのはこう選手の時から伝わってたので、それをまた違う角度で選手じゃないグラウンドじゃない立場で見た時にまた自分がどう感じるんだろうとか、まあ、成長につながるんじゃないかなってお願いすることにしました。岡崎さんは静岡県で行われていた一時キャンプを訪問し、 SNS を使いクラブの様子を配信。頑張りましょう。選手目線で素顔を引き出しています。クラブコミュニケーターは本当たくさんの方々の思いをつなげていく役割があると思っています。それを自分なりの形で自分のこの今まで経験させてもらったことを生かして、本当いろんなところに出向いていろんな人と触れ合って持っていてこういうもんだよとか、まだまだこう知らない人もいるかもしれないので伝えてクラブの良さを発信していきたいと思っています。広島出身の岡崎さんがなぜ現役引退後も山形で活動することを選んだのか、そこには5年間住んだ山形への思いがありました。いやもうすごく魅力的な県というか、もう子育てもそうだし食事フルーツも何でもそうですけど、やっぱ素晴らしいこうたくさんのものを秘めてる地域だと、まあ、5年間住んで感じてたので、それを違う地域の人に伝えていきたいっていうのも、まあ、結構一つ大きな自分の中で思いなので、まあ、少しでも一人二人三人か自分の発信で知ってくれる人が増えたら嬉しいので、まあ、そういう部分ではこう山形県に対しても恩返ししていきたいなと思ってます。
新たなスタートを切った岡崎さんが今後どんな活躍を見せてくれるのか期待しましょう。アマチュアから話題の取り組みまで、山形のサッカー、カルチャーを様々な視点で紹介する山カルチョ。米沢市で JFA ファミリーフットサルフェスティバルが開催されました。このイベントは年齢や性別などにかかわらず一緒になってフットサルを楽しんでもらおうと米沢地区サッカー協会が2004年から開催しています。今年は沖縄地区のクラブチームや家族など8チームおよそ90人が参加しました。1チーム5人で試合を行いますが、このイベントでは大人と子どもが一緒にプレーすることをルールにしています。ボールの扱いに苦戦しながらも参加者は楽しみながらプレーしていました。普段、子どものサッカーは見るんですけど、一緒にするってなかなかできないので、本当にいい、大会、一緒にプレーできるのが主流に近い私は動かない。子供たちはやっぱりすごいです。ちょっと怖くなるところっていうか、怪我しちゃう親が全然動かないからやりづらいです。外から見てるだけだけど、やっぱ近くで見るとゴールに行ってる。まあ近くで見ててかっこいいなって。お母さんかっこいいそうですそう。大人と子どもがチームメイトとしてフットサルを楽しむこのイベント、普段は子どものサッカーを見ることが専門のお父さん、この日は必死にゴールマウスを守ります。シュート打たせないようにしてもらいたいなと思いながら頑張ってました。応援側のお父さんやお母さんも子どもたちと一緒にプレーすることで感じることも多かったようです。思ってたように動けない。やっぱり親も子も一緒のチームで一緒にやるってやっぱり仲が深まるっていうのはやっぱりすごく運動してて思うので、いい大会だなと思いました。中には夫婦揃って試合に出る場面も。旦那さんからのパスを奥さんがナイスゴール。奥様へのパスがありましたけど、決めた瞬間は、いやもう最高ですね。ナイスパスでちょいっとサッカー好きの園児から大人まで一緒にプレーし盛り上がりを見せたファミリーフットサルフェスティバル。中でも最年長は、おいくつですか？今66、今年67。サッカー歴は中学1年からだから53年。お母さん方いつも応援だけなんだけども、子供さんの身を見まねてできるだけ子供さんと一緒にできるっていうのがこの大会のフェスティバルのいいところなんで、ちっちゃい子供さんもいっぱい出てるんで地球にもいいかなと思ってます。スポーツでやっぱり明るくなったり、また親子の関係がですねやっぱり良くなったり、今日こういうことをやって夕食で話が出てですね、あれが良かったこれが良かったとか、そういうことが出ればすごくいいですね。サッカーに経験したことのない人とか家族でスポーツで笑顔になるような、そういうことでこういうものを企画してますので、そこからさらにサッカーのプレイヤーが出てくればすごいいいイベントだと思います。
白田隆彦アナウンサーがリフティングに挑戦。小学生の頃から高校を卒業するまでサッカーに夢中だった白田アナ。おー、さすが、なかなかやりますね。見直しましたよ。自分は全試合出場とまた15ポイント以上取るっていう目標を持って挑みたいなとは思います。